皆さんこんにちは。元宝塚男役現役アイドル永遠の30歳彩羽真矢です。今日も火曜日ということで、イオヒカリ TV 月金の中継に行くためにね、イオヒカリのスタジオに向かっているんですけれども、こちらここ京橋なんですけどね、読売テレビの旧社屋でございます。もうね、ここが読売テレビじゃなくなって移動したんですよ。大阪城公園駅とかの方が近いのかな。移動してしまったのでね、読売テレビってここにね、あ、見えるかな、 YTV って書いてあるんですけど、まだもう読売テレビじゃなくなりましたね。すっごい今日はね、お天気が良くって雲一つありません。見える？ちょっと、あ、見える？こうやってやったらすごい気持ちいいね。ちょうどいい気候だし、湿気も乾燥もない感じでいい日でございます。土日月と3連休だった人が多いかと思うんですけれども、11月2日の土曜日には中野サンプラザの6階のチャペルで東京でのサードシングル CD リリース記念、オーブプレゼンツ、彩羽真矢のあなたはチャミを信じますかというライブを行わせていただいて、本当に本当にね、たくさんの人に来ていただいて、大阪のリリーベも東京のリリーベも今回ゲストなしでたった一人で出たライブだったんですけれども、今までのライブの中でどちらもゲストなしの、私たった一人のライブの中では一番多い人数の人たちが会いに来てくれたこと、本当に自分のパワーにつながりました。来てくださった方ありがとうございました。本当に嬉しかったです。まだまだですね、まだまだなところがいっぱいある私なんですけれども、これから夢に向かってどんどん進んでいきますので、これからも応援よろしくお願いします。ということでね、今日は髪の毛がなんかボサボサ、今日はここで何を話そうかというとですね、質問箱を久しぶりに見たんですよ。そしたら質問箱の中に、タカラジェンヌの方に年賀状を書いてもいいんですかっていう質問がありました。なのでそれにお答えしておこうと思います。年賀状はね、私が現役時代なんですけど、めちゃくちゃ毎年届いてました。私たちもめちゃくちゃ毎年年賀状を送ってました。で、返事が来るとか、必ずしも年賀状を送ったら帰ってくるっていう期待はしない方がいいとは思います。っていうのは、私たちが年賀状を送っている人たちっていうのは、日頃めちゃくちゃこうたくさん応援してくださって、見に来てくださった方とか、あとファンクラブがあったらファンクラブの会員さんとか、多分そういう方とかがメインで送ってたと思うので、突発的に年賀状1枚届いた方に全員にお返事するっていうことはなかなか、人によっては難しいことなんじゃないかなと思うので、年賀状を書くことは全然悪いことじゃないですし、送るのもすごい喜ばれると思います。なのでお返事を過度に期待をせずに、一方的に送るファンレターとか年賀状、初中見舞いなどは基本的にすごい喜ばれることだっていうふうに思って、私はいいと思うので、皆さんが思いの丈をね書いて、ぜひ素敵な年賀状を送って、新年を素敵な一年にしてくださいという思いを込めてね、送っていただけたらいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ参考にして送ってみてください。11月4日はね、堀川恵美ちゃんと2人でバスツアーをさせてもらいました。みんなとね、本当に近い距離でたくさん交流することができて、一日中ね、大阪じゃない旅行的な、四国の方に行ったんですけども、徳島の方に行ってね、みんなと一緒に同じ時間を過ごすことができたりして、すごく楽しかったです。インターネット越しとか、こう画面越しでね、みんなとこう交流することはあっても、こう直接みんなと顔合わせるイベントっていうのはすごく貴重で、やっぱりライブにしても、こういう
バスツアーとかのイベントにしてもね、みんなと直接生で近くで会える、顔を合わせることができるっていうのはね、本当に自分のパワーになるなと思いました。あの宝塚ももちろんなんですけど、舞台とかってそういう場所ですよね。の2500人のさ、あの大劇場でさ、一番後ろの席でもさ、ほんのちっちゃい姿しかそのジェンヌさんが見えなかったとしてもさ、やっぱり生でそこの場所にいる、同じ空間にいるっていうことを一緒に体感できるって本当に素敵なことだなって思うので、ぜひ皆さん、宝塚見に行ったことない人も、私のライブに来たことがない人も、よかったら生でぜひ会いに来てみてください。ということで、これからお仕事でございます。ちょっと寄り道しちゃったんですけど、頑張っていきたいと思います。またね。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録、コメントもよろしくお願いします。バイバーイ。